こんにちは、山本慎吾の山本誠二です。さて、そろそろ、まあ、台風も終わってですね、まあ、秋台風めっちゃ来ますけど、ゴルフもちょっといい気候に、ね、向かっていく中、今年の初めに、目標に立てた100切り、ね、これ山本道場で全面的に、ね、応援していくという形で始まりましたが、まあ、基本的なことはこの間も言いましたけれども、やり終えましたので、ここで、まあ、最近ねずっとこうフォーカスしてますけど、さらにグッと、フォーカスしたいと思います。それは何かというと、まあ、インパクトですね。パターで打つとかね、いろいろね、やってきましたけれども、なんかスイングでなんか重要な、ね、こというのをなんか教えてもらいたいなと思って、ね、思うかもしれませんが、山本道場ではですね、このスイングの形をどうのこうのしてやるということよりもですね、ボールをしっかり人間の体が意識的にコントロールするということで、自然にこういうスイングじゃないかということを目指していきたいわけです。だ、もちろん山本道場でも、まあ、正しくボールを打つためにはスイングのこともやるんですけども、まあ、そのこういうふうに正しく打ちましょうねっていうメソッドとか、まあ、理論とか、ね、それから手順、ね、これがですねあると、まあそれに頼ってしまって、まあ、最終的には本当は最後その手順、ね、これをもうなくしたいと思っているのに、その手順に頼ってしまって、ね、なんかこう気持ちよくボールを打てないということに、なってしまうのは、これはまあ私としてはまあ違うなと思いますので、今やりますけども、いつかこの手順はもう取っても、ね、もうそんなに難しいことを考えなくてもカチンとボールを打てるようになると、いうことをやっぱり目指していきたいと思いますので、皆さんこの山本道場ゴルフ TV を見ていただいている方は、その部分を、ね、お忘れなく、ね、いつか何も考えなくてもボールを簡単にコントロールできるというところを目指していきましょう。はい、それでは今日はですね、まあちょっと先ほども言いましたけど、インパクト、ね、これをやってみたいと思いますけれども、なぜインパクトにこだわるかというと、まあ井月選手がね、いろんな試合に出たり、それから、今年プロテストを受けるに、おいてですね、これはまた結果どうなるか分かりませんけれども、もう昨年よりもぐっと、ね、ボールコントロールが良くなったり、ボールが伸びてきたり、ね、いうこともありました、ね。まあ、それにはやっぱ正しくボールをコンタクトしようというところから始まったので、まあ、ここから4週間ぐらいはですね、しっかりこれをやっていきましょう。まずですね、私が考えるに、まあ、もうだいぶ昔前にもありましたけども、ゴルフというのは、まあ、初めはどうだったんだと、ね、まあ、こういった、まあ、棒切れみたいなもんでボールをやっぱ転がしてたわけですよ。でそれから始まったと思います。やっぱりスポーツが発達するというのは、やっぱりこうどっかでこう道具がね、クッとこう発明があったり開発されてですね、で進化していくと思うんですよ。ゴルフなんかはこれも素晴らしい道具ですよね。だってこれボールをこう飛ばそうという時に、こうやってキャーンとこうしなくてもですね、まあこれ9番アイアンですけども、これこのままボールをこのまま転がそうというイメージで、ぐーんとこう角度も出て、ね、ある程度距離飛んでくれるわけですよ。あと100ヤードちょいですよ。しかももうまっすぐ、ね、初めはもうただの棒切りでコーンと打ってるところを見るとですよ、もう方向性も、ね、それからボールも非常に良くなる。で何もここから離れることはないわけですよ、ね、パターのようにというか、もう転がすように、このクラブでボールをカキーンと転がすわけです。転がすときにこんなんしたりこんなんしたりしませんよね。このままでも本当にこのまま
このまま、このまま、体はもう正面向いたまま、こう、こう、こう、転がしてやろうっていう感じ。で、転がすのに、こうしたら転がりませんよね。体の体幹をしっかり維持して、で、まあ、うちはまあちょっとかかと重心、かかと重心にして、こう、こう、こう、転がれでいいわけです。まあ、上げるつもりはあります。はい、転がる。カチッと転がる。転がして、イメージはですね、もうこうやって伸ばしていかない。このまま本当に体の体勢を維持したいので、このままボールを転がします。転がしていくときに、こういかない。このままお腹に力を入れて、インパクトはですね、ちょっとこうインパクトに向けてこう伸ばしていくんじゃなくて、ぐっとこう縮まる感じで、肘も曲げていいです。はっ、こんな感じです。こうをこうをこうか、はっ、肘は抜いていいです。そうするともう完全にもう転がす感じですよね。転がす感じですよね。転がす感じ、これの強くなったのがショットになります。このまま、めちゃくちゃ簡単です。で、曲がります。で、これの意識してほしいのは、クラブを振るというよりも、このボールをしっかりカチッて打つ、捉えるっていう。でも転がそうとしたら、こういうストロークよりもこれカチッカチッって感じですよね。まあ、一番大事なことはクラブ振り上げたりするんじゃなくて、自分の大事な、ね、インパクトの体勢をそのまま維持したまま、このままボールにカチッ、ボールを打つときに伸びてしまわないで、ここでギュッと縮む。縮んだらこのままスッスッ、このまま、あとはもうそのままボールのイメージも上っていうよりも、自分のライナーで低く長く行くような感じ、こういう感じでね、ちょっと繰り返し練習をしてください。この練習がいいところは、やっぱりこのソフトウェイトボール、ね、あの重たいのとかペットボトルの底とか、あんなでボールを打たなくてもいいです。このインパクトのイメージだけ、イメージだけ、イメージだけやれば、実際に、ボールを打つパーンとイメージもそのままいけますんでね、ぜひこれをもう繰り返してやってみてください。そしたらじゃあちょっと最後に樹選手のショットをじゃあご覧いただきましょうか。じゃあ、ボールを、打ってもらうんですけども、まあインパクト重視 で、はい、でしっかりボールをこう上げようとせずに、体がぐっとこう正面向いた状態でボールを打つ、ね、そしてこう体回っていくんじゃなくて、このままこのまま、そうそう、そういう打ち方をちょっと見せてください。ね、これ何の注釈もなければ、あ、綺麗に体が安定して打ってるなと思うんですけれども、ゴルフスイングに見えるんですけど、やってることはもう本当に、ね、このまま体をもうこうねじる、ね、こともなく、体の中心です、体幹をそのまま維持したまま、ボールをカチッと打つ。潰れれば潰れるほど、打撃を与えれば与えるほど、ボールをコントロールしやすくなっているんです。で、ここでやっぱりクラブをこうパーッと振ってヘッドを走らせたりとか、クラブの動きがこう
なんて激しすぎると、まあ、当たっても曲がってしまったり、ね、タイミングによってはダフってしまったりするわけです。はい、いいと思います。スイングどうのこうのではもうないですよね。もうどうボールを打つかということですので、これ皆さん、今の説明した通り、いやとてもちょっとスイングをやっているような感じないなって思っても、動画だと撮ってもらったらいいですよ、ね、意外とちゃんとスイングになってますよ。でもはい、はい、あります、はい、もうこれできるじゃないですか、うん、私もできたんですけど、回らずに、うん、この皆さん覚えておいてください、うん、回ります。これはもう欲が出るほど回る生き物なので、欲が出るほど体を回しちゃいけない、ちょっと当たらんと思ったら考えてください、回ってますから。なるほどね。いやもうその地獄でしたね、さっきまで。さっきまで？さっきまで。あなたもですか？あ、私なんかもいつもですよ。はい。変わりましたね、だいぶね。でも、もう回らんだけ意識する。後ろのゴリラエモンもいいかも、とは。